道路交通情報は篠崎さんでした。そうですか、篠崎さんもついにポケモン GO でレベル20いったってことですね。僕も先日ようやくね20にたどり着いたんですけれども、まあ都会だとですねポケストップもたくさんあるみたいで、なんかレベル上げ簡単そうなんですけれども、田舎だとねなかなかないですからね、レベル上げもこう一苦労なんですけれども、夏休み終了と同時にですねポケモン GO も終了とならないように、このなんか次のイベントっていうんですかね、なんか盛り上がる何かイベントみたいなのがねポケモン GO にも出てくればまだまだ長続きするのかなと思っておりますので、ぜひ運営の皆さんご検討いただければと思います。レディオイルミネートがお届けするフィールエクスプレス、さてここからは流行に流されず今心に響いている人や物をご紹介するフィールグッドのコーナーです。案内人はいつだって気持ちはハイフライフロー MC 鳥です。よろしくお願いいたします。さあ今回ご紹介するのは新日本プロレスリング。プロレスに詳しくない方でもですね、こうアントニオ猪木という存在はねご存知 なんじゃないかなと思うんですね。あのアントニオ猪木さんが設立したあのプロレス団体なんですけれども、まああの前回ねアベマ TV ですね、こちらをご紹介した時に今新日本プロレスにハマってるんですよねってお話しさせていただいたんですけれども、じゃあなぜねこの新日本プロレスに今ハマっているのかっていうところでご紹介していって、あのファンのね少しでも増えたらなっていうところでご紹介していきたいと思います。はい、まあ、私がですねプロレスを、まあ、新日本プロレス結構前も見てたんですよ。でただ見てたのを思い返すとですね、ちょうどそうですね闘魂三銃士というですね橋本さんとか蝶野さん武藤さんとかが出てきて、その後こう全盛期で活躍している時代だったりするんですね。なので2000年代の前半ぐらいですかね、このあたりまではちょっとあのテレビ放送とかがまだあったのでそこで見てたんですよね。まあなんですけれども、まあ徐々にねこうテレビ放送もこうなくなり、まあ私自身もですねいろんな生活スタイルが変わりね、なかなかそういったものを見るとプロレスを見るという機会もなくなりっていうところでずっとこう見なくてね離れてたんですけれども、 ABEMA TV でですね最近の試合の様子とかねあの見ることができまして、まあ、またこうちょっとプロレス熱が高まってきたかなと。じゃあなぜこんなに今プロレス面白いのかっていうところをご紹介していきたいんですが、まず一つ目にはですねこう選手それぞれに非常にあのキャラが立っていて、おそらくですね初めてプロレスを見る方とかでも非常に見やすいというか入りやすいんじゃないかなと、お気に入りのレスラーを見つけやすい状況に今なってると思うんですね。まあ、例えばですねテレビとかにもすでによく出てらっしゃるので、プロレス以外のテレビとかにもよく出てらっしゃるのでご存知の方も多いと思うんですけれども、あの真壁選手とかですね本間選手、この方々とかはよくテレビで見る機会多いと思うんですよ。真壁選手とかはあのスイーツ真壁といって朝の情報番組とかであのスイーツを食べてね、あの怖い風体には似合わず繊細なねスイーツの評価をこう感想を言ったりとかしてる模様もありましたし、で本間選手はあのダミ声の選手ですね、あーっつってこう何言ってるか分かんないみたいなところが非常にあの特徴的なあの選手で、だけどもまあ非常ににこやかな笑顔とかスマイルとかが可愛いらしくて、まあ人気があるというようなですね選手、まあ苦労人の方なんですけどね、あのいらっしゃる、この2人とかよくテレビで見ると思うんですよね。でそれ以外にもあの非常にあの個性豊かな選手がいまして、その個性がどこに現れるかっていうと結構ねコスチュームとかにもやっぱ現れてきたりするんですよね。で最近のコスチューム非常におしゃれになっているのでかっこいいんですよねコスチュームも。なのであのこういったのを見てもですね、あの女性ファンとかもだから特におしゃれなねコスチュームとかになってるので、女性ファンもね非常に入りやすいんじゃないかなと思うんですよ、見やすくて。それなんだけれども、そんなねなんかおしゃれでシュッと洗練してる感じなんだけれども、こう中の試合はすごく熱いし、あの技もねものすごくダイナミックになってきてるんですよね。まあおそらくなんですけれども、いろんな格闘技が流行ることによってとか、まあ筋トレの知識とかもどんどんあのね科学的に解明されてくることにより、あの日本人選手も非常に体の大きい人が出てきたりとか、あとは非常にねパワフルな技を使えるっていうような選手が出てきているので、技もね非常にダイナミックになっててこう豪快なんですよね。例えばまあ
アラムシャと呼ばれるですね、後藤弘樹選手っていうのがいるんですけれども、まあ、牛殺しっていう技がありまして、こう選手をですね頭上に抱え上げてこうマットにこう叩きつけるんですけれども、そのマットに叩きつける時に片膝を出しておいて、その上に頭を膝で打つみたいな感じの、もう非常に危険極まりない技があったりとかするんですね。まあこれ本当にですね、技もすごい、選手それぞれにたくさん個性があるので、まあ、こういった先ほども言いましたけれども、キャラ立ちしている選手が多いと、そういった中であのいろんな技も使えるようになっている、でコスチュームも非常におしゃれになっているというところで、多分お気に入りのねレスラーを見つけやすいという状況に今なってるんですね。なのでぜひ皆さんね、あの番組などを見ていただいて、お気に入りのレスラーを見つけて楽しんでいただければなと思うんですね。でさらに選手個人個人に様々なニックネームがついてるんですね。でこのニックネーム非常にかっこいいので、あの私番宣のような感じでですね、あのご紹介してみたいなと思います。今年もまたあの暑い季節、熱い戦いがやってきた。100年に1人の逸材、太陽のエース棚橋浩、レインメーカー岡田和親、スターダストジーニアス内藤哲也、キングオブダークネスイビュー、ザ・レスラー柴田勝頼、アラムシャ後藤弘樹、崇高なる大泥棒矢野徹、ザ・クリーナーケニーオメガ、ギラギラの夏メラメラの戦い、 G1 クライマックス開幕。いやー、やっちゃいました。はい。かっこいいね。ニックネーム。ありましたね。まあ、ありましたねっていうか、まあ、実際このコールを僕がちょっとやってみたかったっていうだけの話なんですけれども。はい。いやー、いいですね。こう読み上げるだけでもちょっとね、僕はあの映像とともに結びついてですね、ワクワクしちゃってるんですけれどもね。この他にもですね、いろんなレスラーがいるので、まあ、ぜひ本当にね、お気に入りのレスラー見つけていただきたいと思います。で、さらにですね、こう、試合の最後を締めくくる決め台詞っていうのがあるんですけれども、まあ、こちらの方も、なんか最近はですね、バリエーションが非常に増えてると。こう、昔からね、ずっと見てきていただいた方だと、結構わかるかなと思うんですけれども、まあ、テレビでもねよくやってたんで、これは皆さんご存知だったりするのかなと思うんですが、まあ、新日本プロレスのですね決め台詞といえばですね、昔はですねやっぱりアントニオ猪木さんの影響が色濃かったので、こう 1,2,3 ダーですよ。これ聞いたことあるでしょ。 1,2,3 ダー、これで結構最後を締めくくるっていうのが多かったんですけれども、最近はそれぞれ選手個人個人に決め台詞があったりとかして、こう最後の試合をね勝つとその選手がその言葉で締めるというようなのもあるんですね。で例えばですね、あの先ほどのダミ声でね人気が出てますねっていう、あの本間選手はですね、みんなのこけしっていうのがニックネームなんですけれども、みんなのこけし本間智明っていうんですけど、まあ、彼の場合はこけしーずハッピーって本間選手が言うと、みんなで幸せになろうぜって最後にこう叫ぶというのがなってますね。こけしーずハッピー、幸せになろうぜっていうのが決め台詞で、今時代の寵児といいますか、新日本の中心となりつつあるレインメーカー岡田和親、まあ岡田さんもですね、あのテレビドラマとか最近だとあのジャニーズの松潤ですか、なんか弁護士役か何かで出てたドラマがあったかと思うんですが、まあ、そちらの方にこう出てきたりとかあのしてましたので、ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ、非常に高身長でイケメンということでですね、まあ、エースになりつつあるわけなんですけれども、まあ、彼の場合はもう自分がいる限りプロレス界には金の雨が降るぞということで、レインメーカーというのがですねニックネームになってるんですけれども、まあ、その名の通り決め台詞はですね、金の雨が降るぞって言うんですね。プロレス界に金の雨が降るぞっていうのが決め台詞であります。で、さらに注目すべき団体といいますか、今もう非常に注目度が上がってきている 団体というか軍団としてですね、新日本プロレスの中に今内藤哲也率いるロスインゴベルナブレスデハポンというところがあるんですけれども、まあ、彼らの場合は試合に勝った後とかですと、そのロスインゴベルナブレスでハポンっていうのでね締めると、
このデハポーンを会場全体で言うんですけど、まあ、その瞬間をちょっと映像で見た時にもう私は続々としてですね、これ来たなと、かっこいいなこいつらという感じでですね、ロス・インゴ・ベルナブレスでハポーン、まあ、徐々に今、ね、人気急上昇しているというところでございますので、個人的にも非常にロス・インゴ・ベルナブレスでハポーン押してますんで、この軍団に関してはですね、ちょっと次回単独でちょっと特集を組んでみたいなと思います。はい、またご紹介したいと思いますね。彼らの場合はロス・インゴ・ベルナブレスでハポーンですね。そして100年に1人の逸材、太陽のエース、棚橋弘至。まあ、棚橋選手もですね、テレビとか雑誌とかでもね、非常に取り上げられますから、皆さんご存知の方も多いかとは思うんですけれども、まあ、彼の場合はですね、愛してますって言って締めるんですけど、なんて言うんでしょうね、本当にね、多分もう、プロレス本当に愛してるんだろうなっていうのが伝わってくるぐらいの、愛してますっていうのをね、もうかましてくれるんですよ。まあ、プロレス低迷期とかね、あった時期にも、まあ、棚橋選手とかが支えて、新日本プロレスね、ずっとやってきましたので、多分本当にね、気持ちのこもった愛してますというのをね、棚橋選手はかましてくれます。で、棚橋選手も、エースと言われるぐらいですので、もう本当にイケメンでですね、もう人気も抜群、で、ファンサービスも抜群っていう感じのですね、選手になっております。本当に新日本をね背負ってるんだなっていうのが見てね分かる選手でございますので、ぜひ皆さんもねテレビアベマ TV ご覧いただいてチェックしていただければなと思うんですよね。でさらに新日本プロレスリングはですね、 YouTube に独自のチャンネルも持ってますし、新日本プロレスワールドというですね、独自の配信サイトとかもありますので、そちらの方はですね、月額定額制で映像ももちろん見れますし、あとはこうライブ配信とかもやってるんですね。その試合会場から中継をリアルタイムで行って見ることもできるというものになってますので、もう皆さんぜひこういったのにも加入しながらね、でもお金はちょっと最初は払いたくないよねってなる場合はアベマ TV とかでチェックしていただいて、これは面白いぞと思ったらですね、その月額定額制の動画サイトでもいいですし、まあ、あとはもう本当はね実際にねこう会場に足を運んで見ていただくというのが一番いいんじゃないかなと思います。まあこんなことを言ってますけど、私実際プロレス会場には一度も行ったことがございません。はい、すいません。ちょっとね、地方のね田舎なもんでね、なかなかねちょっとそういう機会といいますか、そういったとこに行くっていうこともまあできずにちょっとここまで過ごしてきたんですけれども、本当にね機会さえあればプロレス会場にも行ってみたいなと思っている次第でございます。ということで今回ご紹介したのは新日本プロレスリングでした。最後はですね、棚橋選手風にちょっと締めてみたいと思います。フィールエクスプレスをお聞きの皆さん、愛してます。続いてはお天気情報。原田さん、愛してます。